ドクター山本の血管を若くするお料理教室始めます。はい、今日は2023年8月10日ドクター山本の血管を若くするお料理教室スペシャルバージョン、今日は愛知県西尾市の平海岸宮崎ビーチにやってきました。今日はビーチバーベキューで皆さんにスペシャルレシピをお見せします。場所は平町の有名旅館綾川さんの前のバーベキュー場からお送りします。ビーチに面した絶景の場所でバーベキュー場が設置されています。ちょっと台風6号の影響で風が強いんですけど、まあでも我々のバーベキューを待っていたかのような快晴に恵まれました。バッチリ今日は美味しい、ちょっと健康ではない部分、肉をがっつり食うぞバージョンもありますけれども、今から調理していきたいと思います。野菜スティックのソース一応作ります。まあ定番のオーロラソース、これお好み焼きとかにも美味しいんですけど、ケチャップ大さじ1、2で、マヨネーズ大さじ1、2、レモン汁大さじ1、2と、あとチューブニンニクはこのままだとちょっと匂うので少しだけにしておきます。好みでたくさんでもいいです。でこれをかき混ぜると、まあこれだけかき混ぜて、ちょっとスパイスが足りないんでブラックペッパーも少し入れておきます。お好みでたくさん入れてもらって結構です。ヨーグルトソース作ります。ギリシャヨーグルト、水切りヨーグルト、ちょっとオリーブオイルが少ししかないことが判明したので予定より少なめですけど、ヨーグルト大さじ2、オリーブオイル大さじ1、2、レモン汁大さじ1、あ、塩コショウ、おしゃれな感じでオレガノで香りつけます。パセリでも何でもいいです。でこれをかき混ぜる。これにあの練りごま入れると、あのトルコのヨーグルトソースには結構マストみたいで、まあ、それっぽいエスニックな感じで美味しいです。ちょっと今日は忘れてしまったんで、そのように練りごま抜きトルコ風ヨーグルトソース、それらしいのできました。ディップソース、ヨーグルトソース、ちょっと味見してみます。ちょっと塩気足りない、塩コショウで、これがヨーグルトソース。エビも食べれるようにシュリンプカクテルのレシピ、カクテルソース、ケチャップが大さじ1、2、ホースラディッシュ大さじ2分の1ぐらい、レモン汁が大さじ1ぐらい、チューブニンニク、まあ、これも匂うのでちょっとだけにしときます。まあ、あの好みで、明日仕事休みの人はたっぷりかけてください。でかき混ぜます。これ本当にかき混ぜるだけなんだけど、これ意外と美味しいです。野菜スティックなんですけど、透明のディスポのコップにサニーレタスで底上げ、早川さんの大将に教えてもらって、緑の濃いところをそこに締めた方がキュウリとか緑野菜が入るということです。インスタ映え用で、さっき半分以上底上げ、塩コショウしたのでちょっと水が出るので水を拭いてそれらしく並べる。ちょっとパプリカでかすぎパプリカは底押し、不揃いの野菜スティック完成です。一応あの茹でエビを乗っけて、まあまあそれらしい、ちょっと野菜の長さを揃えるということなかったんですけど、まあこれはこれで美味しそうに、さっき作った3種類のソース、カクテルソース、ヨーグルトソース、カクテルソースで後で食べたいと思います。3種類のソース出来上がったので、本当はちょっとちっちゃい小皿にしようと思ったんですけど、風で吹き飛んでしまうので、ちょっとそのままお皿のままいきます。一応これこんな小切れの用意したんですけど、吹き飛んでしまう、風が強すぎて、台風6号のせい。まあでもパイナップルお姉さんと僕と盛り付け、これ僕、これパイナップルお姉さん、逆かな、まあ似たようなもんですね、出来栄え両方上手ということで、試食いきたいと思います。では試食いきたいと思います。これ盛り付けしてみたらそれらしになんかちょっと美味しそうにできました。エビがちょっと斜めになったりして、生野菜も食べるぞ、野菜スティックとシュリンプカクテルです。での試食ですけど、先ほどは謎のパイナップルお姉さん、ちょっとあの一緒に試食したいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。アロハアロハ。謎のお姉さん、自己紹介お願いします。はい、ワイキキビーチから来ました。いつもパイナップルをくりくりします、パイナップル姉さんです。よろしくお願いします。いつもはどこで売ってみるんですか？そうですね、だいたいワイキキビーチか、あとはあのいろんなイベントによって愛知県をぐるぐると回ってます。愛知県のイベントでパイナップルのお姉さん見かけたら、ぜひドクター山本のチャンネルでお料理教室で見たって言って、ぜひご購入をお願いします。じゃあちょっと食べてみたいと思います。まずはちょっと僕からね、パプリカを
これは何だっけ、オーロラソース。オーロラソースはお子ちゃまの味、甘い。これで、とこれ次ヨーグルトソース。あ、これさっぱりして美味しい。一応トルコ風っていうことなんだけど、そもそもトルコ料理食べたことがないので、まあ、トルコ料理って言われればそんな感じもする。というよりパプリカすっごい甘いです。でこれ本当はエビをカクテルソース。あ、これ結構ホースラディッシュ、あ、結構効きますわ。美味しい。ちょっともキュウリもじゃない、これズッキーニだ。多分これが一番合うんじゃないかな。ズッキーニ食べてみます。ズッキーニショッキショキ、美味しい。これ癖なくて、あのキュウリの水抜き版みたい。お姉さんもちょっと食べてください。はい、キュウリもちょっと韓国な感じで美味しい。まあ色はこっちじゃみたいなもんだということで、そう、ちょっと酸味が夏にはいいですね。これもお願いします、オーロラソース。あー、いた。野菜の味もなんかちょっと一言。キュウリはシャキシャキで、とても美味しいです。パプリカ、真っ赤か。これはみんなが喜ぶマヨネーズ、ダンシーンでの私もとても美味しいです。ちょっと一応シュリンプカクテルもついてるんで、エビもちょっと食べてみたいと思います。エビは一応定番のカクテルソース、ケチャップとホースラディッシュとあとレモン入ってるだけなんで。でもお店で食べるやつもよりもホースラディッシュ多すぎ、辛いでも美味しいです。これちょっと後でビールと一緒にみんなで大宴会やりますので、切り損ない大根、こいつお子ちゃまの味。いつもだとここにタバスコぐらい入れるといい感じの酒の臭みになると思うんだけど、今日は皆さん見えるので大根ポリポリ。でも大根の味だこれは。あとキュウリ、キュウリシャキシャキだけどやっぱりキュウリの味だこれは。もう絶対野菜火通した方がいいと思いますよ、僕生で食べてる。どうですか、マイナップのこの生野菜。生野菜いいですね、うん、野菜食べた感はするんだけど、実は大した量食べれないんで、野菜スティック食べてると言いながら実はソース食べてるみたいな美味しいです。これヨーグルトソース、ちょっと酸っぱいところが、あのパーティーがあったらぜひ、まあ、あのソース、変わったソース出すとおもてなし感がすごく出るので、皆さんもぜひお試しを、はい、皆さんもお試しください。